うぬうぬうぬ、あれうぬこと透明さんは今日はまだ来てないよ。なんだ、せっかく新しい呼び方が口に馴染んできたのに。新しい呼び方？うぬ、あなたって意味なんだって。それ違うよ。合ってるけど違うよ。何その禅問答。あなたっていうより貴様とかてめえとか、どちらかというと相手を罵る言葉だね。あるいは自分自身を表す言葉だね。反射代名詞、説明しようか。うん、いい。先生のことうぬって呼ばなくてよかったよ。ちょーっと待って、うぬ。話は全部聞かせてもらったぞ。そこにいたのか。そこにいたのか。透明だったから気がつかなかった。ひどいじゃねえか。あの説明を受けてなお、あえてその呼び方を続けるなんて。そうか、うぬはそこにいたのか。うっすいから気がつかなかった。完全に罵られているぞ、善楽君。いや、そうなんだけど、いや、そうなんだけど。